ようこそ !NCFTV へ正解で一番脱炭素に厚い男雄大です今日はこのニュースで参りたいというふうに思いますソフトバンクが次世代蓄電池の研究開発へ脱炭素化の鍵は蓄電池が握るというところここはこのチャンネルでも何回かお伝えしてきましたが孫正義氏率いるソフトバンクもついに次世代蓄電池に触手を伸ばしたというニュースが入ってきましたその名もソフトバンク次世代電池ラボの設立 ということでまず1今回のラボ設立の目的とは何か授業としてソフトバンクが目指すものこちらをお伝えし2ソフトバンクの電池の目指す方向性とそこから見える意図ここをご紹介した上で3脱炭素的にどうなのかここをお話したいというふうに思いますまず1今回のラボ設立の目的ですがソフトバンクがプレスリ,リースを出していますのでご紹介したいというふうに思います リリースではソフトバンクは世界中の様々な次世代電池の評価検証を行う施設ソフトバンク次世代電池ラボを2021年6月に設立すると言っていますそう世界のあらゆる次世代電池を研究してやろうという話です今蓄電池もうほんと様々いろんな技術が出ていますものね この動画でも車の文脈で全固体電池、それから APB の全樹脂電池や東芝の s c i v などもご紹介してきました。このように次世代電池の開発については世界の様々な電池メーカーがあり、そして各社それぞれ技術検証を実施していますが、当然メーカーごとに技術評価環境、検証基準が異なりますよね。なので、単純に比べられない。だったら、 同一環境下で性能差の分析、技術課題の特定をしてやろう。そのためにソフトバンクはこのラボを立ち上げると、そういう話です。しかもただ比べるだけではなくて、得られた検証結果について、各メーカーへフィードバックを行うことで、次世代電池の開発加速を目指すとのことです。さらには、 共同研究先と開発した要素技術の検証も行うとのことで、もう一緒に蓄電池開発してやるぞという気満々ですよね。で、すでにですね、世界中の電池メーカー15社の次世代電池の検証を予定していて、今後さらに開発パートナーを拡大していくということでもあります。これらの活動を通して、ソフトバンク次世代電池ラボは、 次世代電池の開発促進を支援するプラットフォームになることを目指すということで次の電池といったらソフトバンクのラボと位置づけにしたいという意図がここに見えてきます。で、なんで蓄電池なのかそこはソフトバンク先端技術本部の西山浩二氏がメディア向け説明会においてこのように答えています DX、デジタルトランスフォーメーションを担うのは新しいデバイス。新しいデバイスのために新しい電池の開発が必要。 脱炭素は GX、グリーントランスフォーメーション。蓄電池は GX と真ん中の話なんですが、今回の文脈は DX。でも時代が進めば GX と DX はこれからも交わり、相互作用をもたらしていくことは間違いないですし、今回も3で触れますが、GX 文脈もあります。で、この DX、デジタルトランスフォーメーションのデバイスで蓄電池が必要ということなんですが、 このデバイスとは何ぞや。まあ皆さんも思われましたよね。実は、ここで言う新しいデバイスについては、プレスリリースにこのように書かれています。IoT 機器などの既存のデバイスや、ハプスをはじめとする次世代通信システムなどへの導入を見据えて、次世代電池の開発をすると。ハプスというのは、成層圏の無人航空機から電波を飛ばす機器であり、また、既存のデバイスの中には、ドローンも念頭に置かれています。 ドローンは充電で飛びますからね。例えば、今世界規模でドローンを使った宅配が検討されています。ただし、EV の航続距離と同様、ここでネックとなったのがバッテリーの容量。現在のバッテリー容量では、ドローンの航続時間は30分ほどであり、実用化には限界がありました。で、ここについて西山氏は、目安として60分くらい飛行できれば、一つのブレイクスルーになる。離島にも対応できるので、 宅配業者もハイビームを作れると説明しています。だからこの鍵を握るのが蓄電池なんだと。なんだか昨今の EV の話と似てますよね。Volkswagen の発表のデジャブかっていうぐらい個人的にはちょっと感じています。で、この蓄電池を活用して今後どうするのかというところにも西山社はこのように答えています。ソフトバンクにはハプスアライアンスがあり、こうしたコンソーシアムを通じていろんなサービス、アプリケーションにリーチできる。 として、まあ、蓄電池を活かしてですね、特にハプスでは2023年に何かしらのサービスを開始したいと考えているとのことです。で、こう聞くと EV の全固体電池の議論もそうですが、GX 脱炭素ですね。それから DX デジタルトランスフォーメーション的な波は2023年から2025年ぐらいに起きそうな感じがしますよね。 ということで、2、ソフトバンクの電池の目指す方向性と、そこから見える糸、こちらをですね、ご説明していきたいというふうに思います。今回、このハプストーンに活用ということで、先ほど後続時間の話が出ましたが、当然そうなってくると、蓄電池の性能として重要になるのは、高密度。ここになります。ソフトバンクのこの資料を見てください。高密度が達成されると、稼働時間が伸びるわけです。 ドローンだと搭載できるバッテリーセルの大きさには限界がありますからより航続時間を延ばすとなると密度を上げるしかないとはいえ EV だって今高密度化はどんどんんしてますす。よね。それと同じ構図です今回のプレスリリースでもまさにそこが書かれていてやっていくのは質量エネルギー密度が高く軽量で安全な次世代電池の研究開発および早期実用化の推進ということです 西山市もソフトバンクにはハープスがあり、またドローンタクシーなどの産業も創出したい。その出口に向けて先に高度化を進めていきます。と説明しており、まさにここが生命線。で、どのような絵図をソフトバンクが描いているのかというと、それがこのグラフです。とにかくもう求めるのはこう見てた。そして次世代電池、次世代電池、次世代電池。なんだかここもウォルクスワーゲンのパワーデ動画のデジャブですよね。 これだけ電池、電池となってくると。で、ソフトバンクの構想は、このグラフのように、まずとにかく密度を上げて、それを上げきってから、今度は超寿命化を目指していく。そういうプランになっています。ここは、スマホや EV とは違うのだという説明が、まあ、このグラフの中にもですね、書かれてます。で、とにかく、最初は低寿命でもいいから、実用化できるラインまで密度を上げることを優先する。となっています。やはり、ある程度の体積が乗せられる EV と、全然乗らないハプスでは、 実用化に必要な密度の違い。ここが明確にですね、違うというところが、まあ見て取れます。で、じゃあ、まあ開発はここからなんですね、と思うと、実はそんなことはなく、ソフトバンクではすでに、質量エネルギー密度 450Wh、まあこれ 1kg あたりなんですが、急の電池を実証しています。で、さっきのですね、一覧で見ていただいた、 ドローン航続60分に必要な密度というのは、1kg あたり 500Wh になってきますので、まあそこまでですね、もう少しのところまで来ていますし、すでにですね、次世代電池の領域に入ってきています。なので、もうここからですね、超寿命化を目指す方針でもあるとのこと。で、じゃあ、発布のためだけに留まるのか ソフトバンクがそんなわけないですよね。西山氏曰く、まずは高密度化を進めて、200から300サイクルの製品を市場に出していく。ハプスなら200サイクルで半年も持てばよい。その後数年かけて長寿命化を達成する。そこで携帯電話、EV などにも技術を持っていけたらいい。ということで、初期ターゲットは発プスだけど、結局高密度、長寿命を達成できたら、ハプスだけでなくて EV も含めて展開をしていくということです。 で、この蓄電池を活かして何を達成するのか、こちらについてもこのように資料があり、産業革命を起こすのだというふうにですね、言ってるんですね。で、脱炭素のど真ん中にあり、各社が研究している蓄電池、これをラボで研究して、開発につなげ、エネルギー密度を上げながら、発スに搭載し、社会に変革をもたらす。GX、脱炭素と DX、デジタルトランスフォーメーションの交差点を、まさにここで見てる気がします。で、じゃあ、3。 脱炭素文脈どうなのよというところなんですが。 もともと、孫会長は再生可能エネルギーには非常に積極的で、自ら自然エネルギー財団を設立したほどです。そこで達成しようとしたのは、まあ、アジアスーパーグリッド構想というものなのですが、まあですね、アジアからですね、こう、どん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 その電気を融通するっていう構想をちょっと考えてたんですが、ただですね、どうですかね、この蓄電池のところの技術革新が早いと、スーパーグリッドなのか、それとも、もう、蓄電水素の世界観になっていくのか、そこの部分は、孫会長は 柔軟にに状況を見ていいくようにも思います。何故ですね、今回 DX デジタルトランスフォーメーション文脈とはいえ、脱炭素ど真ん中主役の蓄電池にここまで貼ったのを見ると、一つですね、使用目が変わったようにも思います。で、今回のソフトバンクの資料にも SDGs の観点からも高性能な電池が必要不可欠との考えが示されています。このスライドにも、 エネルギーマネージメントの話や、それから災害時の電力供給の論点が書かれていますが、まさにここは蓄電池のダス素ンスト論点ど真ん中のところになってきます。高密度化により、小型化されたバッテリーを各家庭に常備し、また街中にも設置することで、日常時のエネルギーマネージメント、災害時における長時間の電力供給にも役に立つというふうにですね、ソフトマーク言ってるんですね。で、こっからどういう要素を重視するのか、 このスライドを見てください。いいですね。これぞまさにいつも扱っている脱炭素の中身に近づいてきてますよね。エネルギー密度そして寿命の論点のほか、安全性そしてコストの論点がやはり出てきています。もう EV の論点にも超に似てますよね。 で、次のスライド見ていただくと、APB の時にもご紹介したバイポーラー化も書かれていますし、それからやはりサプライチェーン文脈で重要となってくるレアメタル対策。ここもしっかりですね、レアメタルフリー素材に言及があります。 まあですね、こういったところがですね、いずれにおいても重要になってくるかなというふうに思います。で、これをですね、まあもしスタートが DX デジタルトランスフォーメーション文脈であれ、ソフトバンクが次世代電池で世界のトップをなどという形になってくると、EV 等も含めて日本の脱炭素が世界をリードというところも、あるいは見えてくるかもしれません。ということで今日はこの一言でですね、期待を込めてまとめたいというふうに思います。ソフトバンクの次世代電池開発。 DX のみならず、脱炭素もリードできるのでは もうですね、このですね、ソフトバンクが、まあ、ダス炭素のところにこうやってやっぱり入ってくるっていうのは心強いですよね。巨国一で取り組まなきゃいけないって話をここ最近の動画でも取り上げてきてますけれども、この文脈でですね、どん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 リードしてもらえればですね、ミラーるいかななんて思っちゃったりもします。まあ、いずれにしてもですね、皆さん、このですね、動画の解説を聞いてですね、参考になったら面白いなと思った方はですね、ぜひですね、チャンネル登録、それからですね、高評価の方をお願いしたいというふうに思います。それから今回もですね、ソフトバンクのニュース、まあ、ちょっとタイムリーにお届けさせていただきましたが、ぜひ ですね、通知をオンにいただければ今後もですねこうしたタイムリーな情報というのをお届けできるかなというふうに思いますまあちょっと今回はですねソフトバンクが動いてきたってことで,です、ね、非常に心強い楽しいニュースかなというふうにですね私お届けしながら思っておりましたが今後もですねこういうニュースお届けできることを楽しみにしておりますそれではさよなら CO2 また次回